東京ヤクルトスワローズ1月7日阪神タイガース3日神宮球場阪神の岡田明信監督は試合後近本康二外野手が大量リードの9回戦闘で右脇腹に死球を受けたことで情けないの2年連続優勝のチームやし脳と怒りを滲ませた写真交代を告げる岡田監督顔が怒ってるそういうチームなんやろ飽きれるよなぁとばっさり切り捨て 高津をんかったな、ベンチに、と相手ベンチを見ていたことも明かした。試合後も三塁側奥のクラブハウスへ歩いていく際には、一塁ベンチを気にしていた指揮官。近本は病院に行って診断を待つか、の問いに、そらそやろ、と語った。場面は7点リードの9回、ヤクルト、山本が投じた二玉目が近本の右脇腹を直撃した。背番号5はそのまま打席にうずくまり、 神宮球場は阪神ファンの怒号が飛び交った。慌ててトレーナーが飛び出し、岡田監督は怒りの表情でグラウンドを見つめる。そのままダイソー、小野寺を告げてベンチに下げた。近本は7月2日に右脇腹に死球を受け、鱗骨骨折で離脱を余儀なくされた行きさつがある。さらにヤクルトには8月13日の試合で梅野が左手首付近に死球を受け、 左尺骨の骨折で今季絶望となっていた。優勝マジックを15に減らし、一歩ずつ18年ぶりのリーグ制覇へと近づいている岡田阪神それだけに大量リードの9回に死球をぶつけられたことに怒りを隠そうとはしなかった。